もうすごい可愛い。私ね、中村ゆういちね、170ないんじゃないみたいな思ってたの。なんか彼175センチぐらいあるらしくて、持ってんじゃないよ。もうなんか超可愛いね。なんか腕とかもさ、ムチムチでさ、手とか白くてさ、赤ちゃんの手みたい。ま、ワンマッチゲームしてきます。いってらっしゃい。まさか正月からマフィアカジナ見ると言い方マフィアカジナおー、中村ゆういちがどう、かわいい。ああ、それね、思ったの。あ、でもね、私ね、おそ松くん好きな人たちがあんま好きじゃないからさ、おそ松くんかって思っちゃうんだよね。なんかさ、なんでか知んないけど、おそ松くんのコスプレしてる人多いじゃん。なんかね、コスプレしてる人たちの方が印象強くて、あんまそういう人たち好きじゃないの。あの、コスプレしてる人たちは全然いいの。私はアニメ好きで、なんかクオリティ高くねみたいな感じで興奮するから、女の子のコスプレなんて特に。でも前回おそ松のあ、そうなんだ。かわいい。あれ、ちょっと待って、あのさ、 YouTube でさ、仮面ライダーやそうだよね。仮面ライダースーパーワン見てもいい？ちょっとスーパーワン見てもいい？これどうやってやるの？これでいいの？あ、私これやり方わかんないんだよね。え、違うのやっちゃった。これどうやってやるの？これどうやってやるの？あれ、これで、YouTube やって、これを適当に並べると解釈になってしまうっていうことがあるじゃん。それのせいで偽物が大量に現れるじゃん。検索かけて、か、め、ん、いやえ、すっげえ。え、あ、3話まであるじゃん。あ、違った。2話か。うわぁ。あ、かっこいい。あ、ちょっと待って。ごめんね。めっちゃ、これ、バイク。かっこいい。うわ、おお、かっこいい。うん、でも集中できなくなっちゃうな。私これカラオケで歌うよ。かっこいいわ。マジでかっこいい。変身の仕方がね、こっから始まるの。もう。本当にね、私結婚するんだったらスーパーワンがいいな。だからさ、あの、初めてね、あの、なんだっけな、白バイ見たとき、スーパーワンのバイクがあるって思ったの。そう。白バイの存在を知らないとき。友達に、それ、白バイだけど、仮面ライダーのバイクじゃないからね。でもさ、このスーパーワンのこの人さ、なんか今、借金ライダーって言われてるんでしょ？なんか借金をして、パンが、なんかそれで最初は助けてくれて、で、助けてくれたのはいいけど、なんかファンのみんなにお金を返すことができなくて、ファンの、みんなの前で土下座をした仮面ライダーみたいな。
ていうのをなんかその聞いたことがあるんだよね。あの仮面ライダーファンの仲間に。こっちのアカウントフォロー。え、これ2つアカウント作れるの？ちょっと初めて知った。暑いなら、いつも私これで配信してる。多分動画もこれが多いんじゃない？外にいるときは私服だけど。見てなかった。国際宇宙開発局にある秘密部でしょ。改造人間プロジェクトチームの研究員。かっこよすぎる。でもまだ大丈夫だよ。変身してないから。デコルテ、デコルテ、デコルテ、デコルテ。ごめん、私何もわからない人間だからデコルテすらわからない。デコルテ。懐かしいな。かっこいいわ。マジでか。かっこいい。私ね、でもね、仮面ライダーの怪人、ちょっと怖いんだよね。トラウマじゃないけどさ、あの、なんだっけ、ガラガンダーだっけ、ガラガランダー、ガラガンダーだっけ、あの、なんか、トカゲだか、なんだかわかんないから、なんか、いたよね。一号、あの、なんだっけ、仮面ライダー一号からさ、初期から出てる、あの、怪人。なんかさ、あの、昭和仮面ライダーに出てくる怪人たち怖くない？なんか、しかも普通に家とかに来るじゃん。怖いんだよね。あとね、最後にだって仮面ライダーちゃんと見たのね、仮面ライダー、アマゾンズかな？あの、大人向けの方のアマゾン。平成の方の。に、3年前ぐらいに夜中にやってたやつなのかな？確か。アマゾンズ超かっこよかったよ。私、グロいの嫌いだけど、頑張って見たもん。アマゾン、アマゾンズ。それだとあれじゃない？あの、なんか物注文するアマゾンズ。アマゾンズ1期も2期もいい。そうそうそう。最後の審判かっこよかったよ。かっこよかったよ。かっこいい。ただ劇場まで。あー。いや、私ね、これ、ほくろさ、小学生ぐらい、6ぐらいからいきなり出てきて、なんだこれと思ってさ、ほくろだってわかんなくて、めっちゃえぐって血出たのよ、これ。これトラウマだったんだよ。ほんとに。未成年の頃。なんだこれ、すごい嫌だと思って。最近はもうどうでもいいと思ったね。なんかどうでもいい。なんか、諦めた。あ、そうだ、私ここにほくろがあるんだ、みたいな。スーパーマン。目覚めよ、スーパーマン。スーパーマン、かっこいい。うーん、かっこいい。でも、ヘンリー博士って最初に殺されちゃうよね、確か。なんかここの基地を襲われちゃうんだよね、敵に、確か。あ、やばいやばいやばい。うん、全然入らない。なんで？うわ、かっこいい。見て。イケメンすぎる。うん、あ、入った入った。うん、かっこいいな。なんかさ、仮面ライダー、なんかヒーローショー、いい、かっこいい。あれでしょ？ファイブハンドでしょ？うおー、ファイブハンドかっこいいよね。なんか冷却スプレーみたいに出てくるよね。キュー。なんか火とかさ、なんか、あとなんだっけ、重いものとかも、なんか持てるようになるんじゃなかったっけ。いい、かっこよすぎるんだけど。
ごめんね、ごめんね、ちゃんと排水ね。あ、そう、あいつがなんかね、そう、敵、この中に敵がいるんだよね、裏切りっていうかね、なんかスパイみたいなね。かっこいい。え、強っ。かっこいい。やっぱ空手習っててよかった。あ、やっちゃったみたいな。かっこいい。スーパーマンって何がモデルなんだろうね。だって、1号とかバッタでしょ確か。1号、2号バッタでしょ。あ、V3 もなんだろう、うん、あ、ほら、ありがとうございます。パワーハンド。かっこいい。あ、スズメバチ。え、V3 ってスズメバチなの？あ、初見ありがとうございます。初見。うわぁ、うん。かっこいい。どうした？今手に鋭い手が。あ、心配することはない。まだ慣れていないから。あ、スーパーワンがスズメバチ。え、あ、スズメバチなのこれ。スズメバチなの。え、シルバーでよかったよ。シルバーでよかった。これ黄色だったら私多分好きになってないと思う。え、かっこいいわ。電気をつけることができる。うわぁ。ごめんね。え、あ、スズメバチなんだ。え、V3 は？ごめんね。あかっこいいよ。早くバイク乗らないかな。あ、そうなんだ。これさ、あ、57%。まだ大丈夫。いやー。え、みんななんか好きなアニメとかないの？ごめんなさい、から仮面ライダーの話ばっかり。全然。あ、ね、ヒロアカとかも見てるし、だし、ワンパンマンは、までで、ワンピースは、あの、サンジの結婚式終わった後ぐらいまで読んで、鬼滅も全部見たでしょ？ワールドトリガーでしょ？あと、呪術廻戦でしょ？あと、アニメって何があったっけ？呪術廻戦はね、私よくね、中村一好きってことは、あれでしょ、どうせ、お前。五条悟が好きなんだろって言われるんだけど、違うんだよ。私が好きなのは、あ、私が好きなのはスクナなのよ。白い糸くず？白い糸くず？ V3 は殿様バッタだったはず。8号っていう、怪獣8号って漫画。それ、昔のやつ？あ、なんか友達からそういえばスラムダンクの漫画借りてるんだよね。全然読んでねえや。かっこいい。うわぁ、懐かしい。私これ小学生じゃねえや。5歳ぐらいから見てた。白い糸くずがどっから出てる。これか？え、これ？これのこと？あ、これ？あ、そうなんだ。ああ。これ、聞くのは失礼なのかな？皆さん、おいくつですか？いや、なんか、年を聞いたからって、なんか、あれはないんだけど、なんか、いくつみんな。同い年とかいんの？全然、年上とかでも、40、50いてくれても全然嬉しいんだけどさ。そっちの方が、多分話し合うから、嬉しいんだけど。
多分私の好きなものが男の人の40歳50歳の人の方が絶対に合うと思うの。だって私の大好きな中村ゆうち40歳だからね。え、あれなんだっけ、仮面ライダー龍騎に出てくる菅さん、龍騎役の木戸慎二役の人42歳なの。私追っかけてるからね、サインあるからね。あの、私もう一個スマホがあるんだけど、スマホの裏に書いてあったのよ。そうだよ、リスナーに年、なんかね、なんだっけな、